ちょっと2台を乗り比べてみます。エンジンはちょっとこっち危ないけど、ちょっとあんまりこっち状態良くないんで、あんまり長距離はしないで。音がめちゃくちゃいいんですよ、これ。ちょっとドライブ。ここでもね、足回りももう全部ダメで、ポヨンポヨンするの、これ。音良くない？これね、5000回転からすごい加速する。あんまやりたくないんだけど。3000回転からすごいもう火球がかかるって話なんだけど、これね、なんかいじってあるのか、もうこの車の寿命なのかわかんないけど、5000回転からなんか本領発揮する。なんかこれでもミッションはなんだろう、これ針はすごいいいんだよな、こっち。もう1個の方がね、ちょっとギア泣きするんですよね。こっちの方が全然クラッチもブレーキもないです、これ。基本的にこんな感じなのと、ちょっとオイル下がりなんで、すげえ破壊に出ちゃいます。今多分もう最近乗ってないからあんま出ないけど感じですよね。この辺はもう、相変わらず壊れてます。もう1個のやつは多分大丈夫だと思うけど、こっちがこれも空回りしちゃダメだね。もう窓開けてるとすごい匂いが、オイルの焼けた匂いが。エアコンつくんですよ、この車でも。ちょっとね、回転数が今日はご機嫌斜めだよので、つかないですね、残念ながら。ステアリングは前回番外編でちょっとまだ上げてないんですけど、多分これ上がってる時にちょっと何本か撮ってるんですけど、ボロボロのステアリングついてました。ナルディかどこのかわかんないけど、もう手でめくれちゃうようなのがついてたんで、ちょっとそれは交換しました。重捨てなのでね、重いです。まあ、エディットまで慣れましたけどね。ミッションの入りはすごいいいんじゃないかな、これ。こんな感じですね。このウィンカーがちょっとさっき動画で紹介しなかったけど、すごいもうクスってもう多分プンって取れちゃう、これ多分折れて、ハザード折れたら最悪なんだけど、これ蓋ないですね。蓋探そうと思ったんだけど、もう直す価値ないって言われちゃったんで、もうしょうがないんだよね。もう外装もちょっとさっき見した通りも、穴も開いてるんで、これ水はまあかろうじて中には入ってないですけど、錆びてもう上からパテでこうパーって塗っちゃってるような感じなんで、ちょっと基本的にはまあ無理ですよねって話なんですけど。ブレーキが効かない。下り坂だ。エアコン効くか。ちょっと温まってきたけど、ちょっと二足走りなんかやっちゃってますけど、もうクラッチもないし、もう多分部品取り車なんで、これすいません。ちょっと音はいいよ、でもこれ音はかなりいい。ちょっとなぜか5000回転からふわーってなるんですよね。これこの車の特徴なのかな。3000から火球かかるって言ってたけど、どうなんだろう。まあね、一回走っちゃえばね、そんなに状態悪くないんだけどね。ただなんせすごい良くて、触媒がないからこういう音がするって言ったけど、おーと思って、ちょっと虜になっちゃうような音してるよね、これ。と思うじゃん。あ、と思ったら、新しいやつちょっと乗ったんだけど、排気漏れ起こしてますね、これ。
排気漏れも起こしてるし、黒煙も出ちゃうしみたいな感じで、あの太鼓に穴開いてた基本的に。だからそっから音が漏れちゃってんだろうな、おそらくな。非常にいいわけです。悪いね、これね。いいわけですもん、本当に。エアコンはつきませんでした。よいしょ。納車した方の、ま、バッカーの方、今走ってきた。状態ね、もう匂いが違う、そもそもない、中の回転数弱いね。ちょっとエアコンがね、お、これ分かります？効いてんですよ、エアコンが。これコンプレッサー回ってるのよ。コンプレッサー回ってるけどガスがない。あ、なんかぬるい風しか出てこないっていう感じですね。よし、こっちはそんな状態めちゃくちゃいいんで行きましょう。もうクラッチのこのペダルの感触からも全然違うもん。ただミッションがちょっとギア泣きするから。これね、本当いいよ状態が。ちょっとこのギア泣きが、ギア泣きというかちょっとギアが入りにくい少しね。っていうレベルじゃない、ドバドバ出てた。あれはね、もうゴムが劣化しててそこから漏れてました。だから締め直したらとりあえずは漏れなかったけど、いやもうすっげー滑らか、あれと全然違う。熱い、ちょっとそこだけネックだ。熱い、ちゃんと蓋ついてますから。これいいよ、めっちゃ。低速も結構なね、加速してくれる。今も全然何にもなんない、これ。足回りもすごい、なんかさっきみたいなのと全然違うよね。すごい音静かじゃない、これ。全然ほら、音、お前の声がうるせえよってね。少しクッて音するのよ。音がすごい静か、静かで滑らかでさ、すげえいいわこれ。ちょっとガソリンがないんで、ガソリンだけ入れとこうかな。これもね、本当にまあ俺みたいな人が言っちゃいけないかもしれないけど、本当運命的な、まあ、出会いというか奇跡というかって感じでしたよね。最初全然違うさ店で買おうと思ってたんで、ね、買おうと思ってたというか、ただなんかそれが状態悪いとかって言ってて、全く同じなんですけど、あれ呼んでたったかな、確か状態が悪いって言ってて、ちょっと今は売れないみたいな感じで、まあ、治るまでちょっと待とうかななんて思ってたんだけど、結局今の今まで何も出てこないで、そしたらたまたますっげー遠い方だったんですけど、まあ、たまたまポツッと出てきたんですよ。お、アルトワークス出とるやんみたいな感じで、価格も他のやつに比べたらもう当たり安いんですよ。高いよ、十分高いんだけど安いと思ってて、急いで買ってか、まあ、見に行きますって言ったのかな、俺その時確か。それで、まあ、分かりましたなんて言ったけど、まあ、別に予約でも何でもないんで、まあ、とりあえず行ったら
触れましたと。あ、そうですかって、しょうがないなと思って、そしたらじゃあまたあれちょっと待つしかないかなと思って、そしたらちょっと待つ、もうちょっと待ってようかなと思ってたら再メールが来て、再販しましたって、これがおって、まあちょっと細かい理由はちょっとね、知らないっていう風に言っときますけど、まあ、これはこんなめったにチャンスねえやつって、ほんなら再販するってことあるんだと思ったから、急いでも見に行こうかなって、一応本当は見に行かなきゃダメなんだけどさ、ちょっと場所も遠いし、いや、もう買うわっつって、もう見に行かないで、一番危ない買い方だよね、買うわっつって、まあ、俺もう地面に穴開いてる車だとかさ、もうそれこそ100円出てる車とかもさ、いろいろ乗ってきてるから、まあ、それよりマシだろっていう、もう本当になんか、甘い考えではないからね、なんかそれで買いますって言ってきたのがこの車なんだけど、今は特に問題はないかなって感じですよね。ラジオとエアコンが最初ちょっとなんか聞かないとかって言ってたんだけど、ラジオはね全然聞いてました。これちょっとこれ音流せないけど、全然取れなくて、そうだ、お詫びなんですけど、2月にちょっと雪国に行くっていうちょっと話をしてたんですけど、ちょっとすいません、忙しすぎて行けませんでした。まあ、車を売ったりとか、これ買ったりとかで、ね、いろいろちょっともう忙しくて、ちょっとね、行きたい、もう本当に、多分楽しみにしてた方も多分おそらくいてくれると嬉しいんですけど、ちょっとすいませんね、本当に、申し訳ない。今年の冬こそは上げたいと思ってるんで、なかなかね、ちょっと行く時間がどうしてもなくて、まあ、すいません、ね、なんだけなんか行きます行きますなんて言っといて全然行かなかったっていうね、なんか僕のこと知ってる人は多分分かってくれるとは思うんだけど、あいつはもうやるやる詐欺だってね、多分おそらくそういう風に言ってる人もいるんじゃないかと思いますけど、変わらずドアの縁がカタカタ言う、前のアクセルはそうだよ、後ろの袋にじゃないよ、これでちょっとどれぐらい危ないんであんま確認できない、
これクラクションやべえな、壊れてんのかなこれ。壊れてんだこれ。車検取んない、直さないとダメだこれ。音なんのいいんだよね。バックタービンみたいな音になるんだけど、これ。お、止めるかもない。この段差も怖くない。段差のこのバキっていう感じないね。もう前のやつバキバキっすもん。ちょっとリバースが少し回りすぎるけど。ありがとうございました。またちょっとワークスで、ね、いろいろ動画上げたいと思いますので、すいません、ね、ちょっとすいませんね、2月ちょっと行けなくてね、申し訳ない。本当に。なんか強くなったぞ。おお、すごいね。じゃあ、どうもありがとうございました。バイバイ。